ねえ毎日さお酒ガブガブ飲んでるから具合悪いんだと思うよそうじゃないそうじゃんそれと別いや飲まなくなったら絶対具合よくなるから週1回休んだらもう週1回休むって言って8年経ってるよ、うん、いいの俺はなんで休んでるから大丈夫だ休んでないってインフルエンザの時とかだけだよ、休んでるのよ ダメだってみんな週1回とか休館日作ってるんだよ、うん、俺は俺なのまたなんかさコメントでさ結婚前はこういう感じじゃなかったのかみたいなの入ってたけどさ、うん、全然こんな感じじゃなかったからさマジでこんな人だったなんて気付かなかったわ、うん、辛い俺はね ずっとさがねえに餌やんねからはだからむしろリリースしてくれなんだっつーのまたあそうじゃあ出てけばいいのねでもまだキャッチの段階だからまだ出てっちゃダメだまたねえ次のさ、うん、外食の日どこ行く たまには焼きいがねえちょっと予算ちょっと足りないかもしれない焼き行くにはちょっと何てブルスターなくなっちゃったしお前,お前は肉食わなきゃいじゃんはああんたはよ俺は食うよ普通におかしいだろそんなん <laughs> ポコッと まあちょっと目出てるんだよねなんか昔からバセドウの毛があるから多分目ちょっと出ちゃったのかななんでよ気に入ってよと気に入ってまいとどうにもできねえじゃん、うん、気に入ってるからそういうふうにポコってなってんのかな <laughs> の <laughs> バカじゃないの <laughs> ねえこんなに暑い日にさ毛布かぶるのとかさやめたら寒いの俺はさっきもさ車でみんなさ、うん、汗かいて暑いのに一人だけさ寒い寒いって言ってさエアコン止めるのとかさ、うん、やめてみんな暑くて熱中症とかになっちゃうから寒い <laughs> 寒いじゃなくて <laughs> まだ残暑すごいから。 いや分かるけどみんな3対1なんだよ。俺は寒い。服着ろって言うけど、うん、ダメなそれも。服着てその、車の空間がもう俺の服だから。あいや。自体がもう俺の服なのだよ。<や>だから俺の温度にしなきゃダメだから、俺が寒いって言ったら、寒い人に合わせなきゃ俺に合わせなきゃそうやっていこう。な ねえそろそろ起き上がってさ24時間換気見てちょうだい無理なんで忙しいは大体そこに寝てるだけじゃんいつもソファーに大体じゃねえじゃんはあ